宮城県南三陸町です。43人の方が犠牲になった旧防災対策庁舎の管理を町が県から引き継ぎ、震災遺構として保存することが決まりました。決して忘れることのできない3月11日午後2時46分を迎えます。東北の被災地の移り変わりを一つのページに。能登半島地震では被災した輪島朝市の過去と現在、そこに生きる人の思いを伝えます。